はい、今日はアートバーゼル、アートフェアでどんなことをするかレポートします。はい、こんにちは。キュリオの戸根木明宏です。今日はアートバーゼルに来ています。最終日でもう最後の、ほんの閉まるまで数十分、2、30分くらいのところで、レポートが全部、まあ、今回の仕事が、ミッションが終わったということで、どんなことをしているのかということをちょっとご案内というかお話をしたいと思います。今回は、まあ、あるクライアントからのご依頼で、まあ、条件がいくつかあった中で作品を探してました。で、まあ、たまたまアートバーゼルっていう、アートフェアがあったので、それで探し回ったということで、アートバーゼルにどのくらいでしょう、多分150とか200のギャラリーが世界中から集まっていると思いますけれども、ここ全部足を使って回って値段を聞いて、条件に合っているものを探すということで、まあまあ、丸々1日使いましたけれども、条件に合ったものがいろいろ探せましたので、まあ提案につなげられるかなと思います。まあ、アートバーゼル、今回はアートバーゼルでしたけれども、まあ、アートフェアによってやっぱりあるものが違うし、アートフェアを開催している場所によっても違いますので、まあ、アートバーゼルは、世界でも、まあ、最大規模のアートフェアですので、あるものも最高級のものが、まあ、ミュージアムピースであるようなものまでどんどん展示されていますので、今回の案件に関しては、まあ、ベストなものだったかなと思います。まあ、これであとは提案させていただいて、喜んでいただければいいかなという感じですね。また次の、アートフェアとかあったらまたどんどん行きたいなと思いますので、何かご依頼あれば言ってください。まあ、他のお客様からご依頼されてた分もいろいろいくつか見つけることができましたので、なかなかいい成果が出てきたかなと思います。では